はい、玉那覇直哉のパイロットになろう。今週も始まりました。番組ホストの玉那覇です。この番組は航空業界に携わる方々をゲストとしてお呼びし、ここでしか聞けない航空業界のお話を楽しく聞き出し、航空ファンを増やすことを目指しております。そしてパイロットを含む空の仕事に就きたいという夢をお持ちの方々に有益な情報となるような番組をお届けしたいと思います。この番組は株式会社 L、ザ・ランゲージカンパニー、株式会社 ITEP ジャパン、エアスマート、マスターイン、エアスマートエビエーションアカデミー、スカイサンタビズリゾートクラブ、FSO パイロット留学アカデミー以上8社の提供で、コミュニティラジオ FM ギノワン、FM 宮古からお届けいたします。本日も素晴らしいゲストをお迎えいたしました。ザ・ランゲージカンパニー、シニアバイスプレジデント、株式会社 ITEP ジャパン代表取締役の香川博さんです。日本の大学を卒業後、海外要員でニューヨーク駐在員。でも、英語ができないというびっくりの事実。できなかったというびっくりの事実。ところが8年間も英語で揉まれ、アメリカでジャーナリストとして独立起業。英語以上に大事なことを痛感しました。そして、英語教育のプロとして、英語教育の会社を設立。今4社の会社を経営するバリバリの経営者です。香川さんご自身のブログ、YouTube からの配信も、ご覧になれます。その情報配信力は見ものです。そして当番組のスポンサーとしてのご支援もいただいております。それではお昼までの1時間ほどお付き合いください。はい。CM 参りました。はいはい、これからトークですね。これがトークです。はいはい、2分間の CM を入りますので、はい、地上の電波では、音声の CM が流れてますが、動画放送ではこれも全部流れてます。おお、じゃあこれからトークですね。流れちゃった。でも、香川さんもいろんな講演会とかね、まあまあ、もうその辺はもう楽勝ですよね。大丈夫だと思いますけど。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや、めちゃ楽しみですよ。CM 開けたら、香川さんに自己紹介いただき、ね、私とね、知り合った背景も含めて、この番組のスポンサーとして、ね、同じ、英語教育をしたいというところでのお話、いろいろ今日はお伺いしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたしますね。はい。はい、そうなんですよ。今日これ、ご覧の方々は多分ね、もしかしたら生放送じゃないかと思ってるか、その今日は実は収録でお届けしておりますのでね。これも CM 明けに一旦言わないと、コメントを読めないという今日はね、状況なので。わかりました。はい。声は大丈夫、聞こえてますもんね。聞こえてますよ。そうですね。まあ、2分って意外と長いもんですよね、こうやって。いつも通常講演会って何分ぐらい、何時間ぐらいするんですか？1時間半から2時間が多いですね。でもまあ、最後の15分は質疑応答とかね。あ、なるほど、なるほど。そうですね。まあ、このラジオね、生放送だとね、コメント読んで、それに対する回答みたいなのあるんですけど、今日は収録なので、なかなかできませんが。台風に感謝。はい、じゃあ、CM 明け10秒前で少々お待ちください。はい、CM の間もですね、いろいろお話をしてたんですけど、実は今日はですね、収録放送でお届けしております。なので、申し訳ないですね、ライブでのコメントを読むことができます。今で謝っておきます。すいません。はい、皆さんお待たせいたしました。冒頭ご挨拶、ご紹介させていただきました、ランゲージカンパニー SVP シニアバイスプレジデント。そして ITEP ジャパン代表取締役の香川博さんです。こんにちは。よろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いします。はい。冒頭でですね、ちょっとプッと笑うようなエピソードを話してしまったんですけど、なんと大学卒業してアメリカに駐在員なんだけど、英語が喋られてびっくりですよね。いや、全然喋れなかったわけなんじゃないんですけど、こんなに喋れないというよりも、英語は続かないのかと、最初思いましたよ。それから、もう一つあったのはね、やっぱりアメリカって国すごいなと思って、やっぱ移民の国なので、入った瞬間から容赦がないんですよね。
あの、私が日本人だって向こうもわからないから。あ、なるほど。あ、そうか、そうか。そう。だから私ニューヨークだったんですけど、ニューヨークにポンと入って、ま、街にポンと出ちゃうと、もうこれアメリカ人として。あ、そうですか。確かにそうですね。ええ、ああ、もう本題入ってしまいました。皆さん、一回ですね、ちょっと香川さんの自己紹介をお願いしたいと思いますので。そうですね。簡単に、はい、お願いします。簡単に。あの、もともとですね、まあ、ある日本の出版社の駐在員としてアメリカに来ました。でね、8年間向こうでね、いろんなそのマーケティングだとか、セールスの仕事をやってたんですけれども、英語で日本を紹介するという本の企画とかね、やってたんですね。で、それをやめまして、まあ、なんとか自立しようと。いうことで、まあ、いろいろあったんですが、まあ、あの、自分で会社を作って、日本に向けて今度アメリカで起きていることをいろいろと、あの、まあ、紹介する、または記事を送るという仕事をしました。その中で、特に最近、あの、まで続いていることとして気になっているのが、日本人ってやっぱり英語にこだわりすぎてて、文化の違いを忘れてて、そのことで大きな誤解が生まれている。英語が通じてるつもりが通じてなかったとか、分かり合えていなかったとか、そういうことが多かった。それをこう紐解くような仕事をやろうということで、それでまあ今に至ってるわけですよね。まあそういう意味で、まあいろんな会社やりましたけど、現在ね、特にこのランゲージカンパニーとか ITEP Japan を通して、まあそういうね、あの英語以上に大事なこう異文化でのいろんな摩擦とかコミュニケーションのこと、これを研修をしたり、または出版をしたりというような仕事をしております。はい。盛りだくさんでお届けしたいと思いますけども、この番組でね、過去様々な方々に出ていただきながら、まあ共通項として我々日本人で生まれて、言語は、第一言語は日本語なわけですよ。それを海外に飛び出していって、その現地の外国はできないというところからスタートするんですけども、その、香川さんの場合は、その、現地でどうやってその英語をマスターされたとちょっと言い方変ですけども、そのステップってどういった形でマスターされたんですか？あの、正直言ってさっぱりわからないんですよ。というのはね、あの、もう、あの、いわゆるこう、マドル、泥の中でもがいて、そしてスルーしますよね。うん、その、スルーして青空が見える瞬間ってのあるんですね。まあ、半年ぐらいかな。はい。でね、それまではね、まず自分が間違ったミステイクですら気がつかないことがありますし、うん、まあ、はっきり言って最初の1ヶ月、2ヶ月は3歳児ですね。ああ。要するに大人なのに。あの3歳児の扱いを受ける街でね。はい、うん。で、それ容赦ないですよね。容赦ないです。3歳児の扱いを受けて屈辱にまみれながら、うん、なんとかそれを乗り越えようと思うわけですよ。うん、で、面白いのが最初ね、やっぱりこう、かっこつけるから、分かっておりで、ははんとか言って、そして自分もバーバーと喋るんですけどね、はい、日本と続くんですよね。はい、すぐこう、バレちゃいますね。はいはいはい。バレて、こう、まさに飛行機が失速していくのと一緒で、なんだと失速していくって自分がわかるわけですよ。はい。で、これを、まあ、まさにクルージングアルティチュードっていうんですか、こう上げて、ついにどれだけキープできるかと。いうようなことが、こう、なんとなく分かってくるのが半年ぐらいかな、なんて思いました。はい。もちろんそれはあの、まあ、お仕事でね、行かれてるので、はい、その日常会話を喋るっていうのはもちろん必須だったと思うんですけど、それをもとに今度取材というか、英語で仕事をしなくちゃいけないと、その次の壁があるじゃないですか。そうですね。あの、そこに至るまで若干時間がかかるんですけどね。ただ一つ言えることは、これはもう本当に誰にでも言えると思うんですけどね。最初、知ったかぶること。そうなんですか。すまない。知ったかぶること、うん。自分が知ってる英語っていうのがあるわけですよ。これは何かと言ったらね、うん、やっぱりね、ただ英語を勉強してもダメなんですよ。自分がやりたいこと。例えばね、うん、出版業界だったら絶対出版業界で必ず使う英語ってあるんですよね。これをできるだけ使うこと。あとは、うん、もう私も持論ですけど、中学2年生の英語で十分。うん、正直言います。私、今でもジャパニーズイングリッシュですもんね。うん、あの、これはあの、みんなで大笑いするんですけども、あの、うん、まあ、あの、アクセントちゃんとありますし、で、よく考えると、どこの国の人だってたくさん混ざってるから、よく聞くといろんなアクセントあるじゃないですか。確かにそうですね。ね、だから日本人だけがね、アメリカ人と同じように喋るなんて言ったって、アメリカ人だって多様ですから。うん、だから、あの、ジャパニーズアクセントで構いません。大事なことは、いいコミュニケーションができるように、自分が好きな、もう仕事、そこに集中して喋ること。こっからじゃないと思います。なるほど、なるほど。はい。まあ、確かにそうですね。自分が好きなところだと、まあ、聞けますし、喋れますしね、話題もありますしね。そう。で、それであとは中学2年の英語でセメントしていくんですよね。うん。いや、はい、その中学2年っていうのは、確か英語で言うと、英検で言うと、英検4級 ?3 級ですかね。ああ、3級ぐらいかな。もう、
本当あの内容って十分ですよね、日常会話では。例えば玉永さんと私が今喋ってますよね、はい、この中で文法通りに日本語を私が喋ったら変じゃないですか。なんか変な人ですよね、ったらなんか変な人この人って思われますよね。で、はい、日本人はそれを気にしすぎて文法通りに話さないと悪いとかね。うん、で会話でコミュニケーションする、我々の仕事って特に相手から情報を取る仕事ですから、うん、相手に聞かれないといけないし、うん、から相手のやっぱりこう時にはね相手をこう刺激しないといけないし、うん、そういう時はこうインパクトの持ち方とかっていうのは別にそんなに難しい英語じゃないですよね、うん、はい。まあ、とは言ってもですよ、まあ、そこでお仕事されて、まあ、独立されて今度はそのね、本当にジャーナリストとして現地で、それこそもう身一つで飛び込んでいくと思うんですけども、会社で、働いてたのと、今度独立したというと、またさらにハードルを自己自身で上げられて、こう苦労されたと思うんですけども、なんかその現地のジャーナリストとして、なんて言うんだろうな、はい、大変だったというか、面白いというか、なんかそういった面白いお話ありますか？ね、それはたくさんありますけどね、例えばね、まず最初にマイルドなとこから言いますとね、ともかくアメリカ中、私、もともと会社辞める前にアメリカ中旅行ができたんですよ。うん、それはね、ちょっとサイドジョブだったんですけど、ジャーナリストだけでは食えなかったので、うん、日本で作られた英文書で、アメリカの書店でまだ紹介されてないものをね、売るセールスマンの仕事やってたことがあるんですね、うんうん。これはね、まさにね、車の後ろに背広をザーッとかけて、そして、もう、あちこちのこうホテル泊まり歩いてね、そして書店に飛び込んで、この本ありますよと。中には不思議なこう書店主もいてね、お前空手の本持ってるかいとかね、手裏剣の本の投げ方の本持ってるかいとかね、あ、ありますよ、ありますよ、どうぞってね、たら、いや、俺、ヌンチャクの方がいいなんてね、そんな変な書店主とかね、本売ったりとか、ね、ありました。で、そういう中で、カジュアルな英語をだんだん覚えていったんですよね。あ、なるほど。使って、今度はジャーナリストとして、同時に今度はその、ほら、自分が本を売るという仕事は、自分をアピールすることなので、逆に、今度は逆なんですけどね、その、まあ、行ったり来たりということを覚えて、で、そこからアメリカ社会を知ると、インタビューってやりやすいんですよね。はい。全くアメリカ社会を知らずに、やっぱりこう、インタビューするとなるとね、これは確かに難しいと思うんです。でも、例えばね、方程式のようなものがあって、長くやっぱりこう、仕事をしていると、あ、アメリカの人ってこういうことに敏感なんだなとかね、よくあるのが、ほら、イコーリティですとかね、平等ですとか、から、例えば差別の問題とか、いろんなことあるじゃないですか。で、やっぱりそこに一つの常識があるわけですよ。で、この常識のこう線をちゃんと辿っていくと、インタビューに深く入っていけますよね。なるほど。はい。まあ、それが基本、まあ、同時に日本人とのその差、どん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 おそらく、その、日本と外国の、まあ、英語というか考え方、常々香川さんおっしゃってるじゃないですか。ねえ、その辺の文化というか違いが明確になる時期だったんですかね。そうですね。やっぱりね、ミスもたくさんやりました。例えばね、こういうこともありましたね。ある人に取材のために電話を入れたんですよ。最初にね。そしたらその人がね、まあ、北欧系の人なので、まあ、その人の名前、ソルバーグさんって人だったんだけど、どうも名前が男性のようだったので、私がミスターソルバーグお願いしますって言ったら、女性が出てきた。そしていきなりね、日本ではね、女性は全然プロモーションされないかもしれないけど、アメリカではねって言われてね、俺そんなつもりじゃなかったんだけどと。その時に、やっぱり多様な国では、名字だけで判断しちゃいけないな、名前だけで判断しちゃいけないなと。学ぶわけですよね。はい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 。決して私が男女を差別したつもりはなかった。でも、向こうの人の方が知識があって、日本での男女の機会均等がないとかっていうことをよく知ってたから、逆にそのストレートで私が捉えられた。あ、なるほど。そういう経験もあります。はい。あとはね、まあ、よろしければ、まあ、面白かったのはね、これはプエルトリコ系のね、うん、すごい、腕利きの、まあ、なんていうのかな、夜起きる事件をね、取材してね、そして、例えばニューヨークなんです、これ。でね、7日間連続取材でもヘロヘロになりましたけど、はい、夜中に殺人事件が起きますよね。そうするとね、はい、警察無線が入りますよね。はい。そうすると、警察無線が入ってきて、その無線を傍受するわけですよ、彼が。はい。そして、それを持って、現場に警察官より早いぐらい急行しちゃうんですね。
その時驚いたんですけど、その人ね、パトカーのサイレンを鳴らしちゃうんですよ、ボンと開けて。え、いいんですか？よくないですよ、そんなの。で、私も乗ってるわけですよね。大丈夫なのかなと思う。ここがアメリカの素晴らしいところなんですよ。アメリカのその他のパトカーを追い越していくんだけど、いやーなんて言ってお互いに。あ、お互い分かってんだ。なんか分かってるんですよね。で、こういうところの、こう、まあ、いい意味でも悪い意味でもラフさっていうのになる。で、それで、そこの事件に取材しますよね。そうすると、彼の仕事ってね、そこでやった、こう、生々しいビデオをね、撮ったものを、映像を、朝一番でテレビ局に売るのが彼の仕事。で、その彼の行動を一週間ずっと密着取材したことあります。え、ニューヨークのその、警察無線を傍受して、なんかやばい事件ばっかりありそうな場所ですね。あの、正直言いまして、怖かったことはありました。はい、強いね。あのね、まあ、これ、まあ、日本ではよくほら、アメリカでは差別があるんじゃないかなって、よくね、皆さん言われると。で、最近、アジア系の人の差別の問題ってありますよね。うん。私も言わせるとね、これってやっぱり、あの、移民社会のアメリカって、やはりその、みんながどう共存していくかっていうのは永遠のテーマで、日本では経験できないことなんですよね。うん。うん、日本人は軽率にね、アメリカで差別があるっていうけど、日本人知らないうちにたくさんの差別をしてるから、まあ、そういう意味で考えるとね、うん、この事件面白かったんですけど、実はね、ニューヨークでね、90年代に韓国系の人と黒人系の人がすごくいがみ合ってた時代があるんですよ。うん、これは、あの、グロッサリーショップでのね、こう、まあ、なんていうのかな、こう、まあ、ちょっとした事件を、で、大体こう、黒人の方々が住んでるコミュニティの中に、韓国系の人がグロッサリーショップを作る。そして、その中で、こう、身を守るためにね、ついついこう過剰な反応しちゃう。で、そのことに黒人の方々も過剰な反応する。で、お互い差別をし合ってるじゃないかということになる。うん、ということで、現場の中で暴動が起きたことがありました。で、私はその暴動の取材に行ったんですけど、同行の日本から送られてきたカメラマンの人がもう怖がって、撮影できなくなっちゃって。で、私がこうやって持ってやったんですけど、お母さん撮ってくださいなんて言われてね、冗談じゃないと思ったんですけど、で、その時に、ほっと気がついたんですけど、私もアジア系でしょ、うん、だから、あの、韓国系の人と勘違いされる可能性がある。ああ、そうだそうだ、はい。で、それで向こうのボートがずっと来るんですけども、そして車がもうこうあって、向こうからボートが来て、あ、やばいなと思ったら、そのプエルトリコ系のその腕っぷしの強い人がね、捕まってるの絶対頭出すなと言われてね。うん、で、今度は後ろ見たら後ろからも来てるんです、人が。さーっとね。で、まさにハングオンですよね。映画さながら。捕まって、うん、ハングオンでね。で、急ハンドルで、要するに歩道に乗り上げてグワーンと逃げたことがありました。映画みたいですね。まさに映画でした。で、それで私にひしこいてバチ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 。それでもやっぱり取材は。それはやっぱりジャーナリストですね。まあ一応ね、でもね、そういうことを通して思ったのが、まあさっきの話なんですよ。それはね、あの、私、ここで気をつけたいのは、決してアメリカって危ないとか差別があるって思っちゃいけない。あの、そんなの、世界中どこでもあるし、日本でもあります。うん、だけど、大事なことは、もっとその中から多様性の素晴らしさを学ぶことの方が大事ですよね。うん、だから、やっぱりそこのところが私は今一番気にしてて、うん、今アジア系の差別のことがあるから、留学がちょっとねっていう方々がすごく多い。でも、現実そういうことってね、まあ、こう言っちゃ悪いけど、日本で街を歩いてて交通事故に遭うのと同じ確率ですから。うん、はい。うん、それと、あとは勘違いね。あの、うん、さっきの、ほら、あの、私が女性を差別されてるんじゃないかと思われたのと同じだ、うんうん。こういうことがつながるんですよね。だから、それはもう経験ですからね。まあ、そのことだけはちょっと、ここでお話していきたいなと思いました。なるほどね。多様性っていうのはね、本当に、まあ、結構いろんなとこで、もう知られてる言葉でもありますし、その教育も、うん、実際にしてると思うんですけども、さっき小川さんおっしゃったように、ね、日本の中にいてはなかなかわかりにくいところ、やっぱり民族は同じ民族なのでっていうところで、まあその中で海外はもうまさに多民族国家じゃないですか。そうですね。特にアメリカそうですけども、はい、その中で多様性っていうのをどうやったら、まあ日本にいながら、まあもちろんアメリカに海外に出ることもいいんでしょうけど、どういったとこからスタートしたらいいんですかね。あの、まずですね、人はやっぱり自分のことを対等だと思ってる人のことは敏感に分かりますよね。うん、だから、あの、アイコンタクトって意外と大事で、ちゃんと相手の目を見て話して、
ニコッと笑って話して、うん、表情を変えないことね、そういう意味でね、あ、その嫌だなとか、ね、うん、こういう表情を変えないこと。日本人ってやっぱり、応募ができないと思ったら、照れ笑いをしたりする。うん、それからついこう目がこう反らしたりする。うん、で、目を反らして曖昧な表現をする。これが逆に言うと、向こうの人から見ると、あ、この人って私のことをちょっと引いてるなとかね。本人が思ってることと違う誤解を受けちゃうわけですよ。だから、多様性って意外と大事なことは、やっぱり相手と正面、相手と正面に向き合ってあげることね。お互いに。この意識を常に持っておくことが大切かなと思いますね。でもこれって、やっぱりある程度の言語ができないとっていう気持ちがあるから、そこに行けないっていう、ね、鶏か卵かじゃないですけども。そうですよね。どうしたらいいんですかね。英語ができないって、まず思い込む、もちろん英語できない、難しいなと。確かにわかります。私も大変でした。ただね、向こうの人って、我々が思ってるほど、できない英語に対してね、クリティカルじゃない。クリティカルってつまりこう批判的じゃないっていうことね。まずそこで安心してほしいんですよ。一番怖いのは、分かったふりをするとか、それから、さっきお話したように、できないことを恥じて、うん、こう目をそらしてシーンとしちゃって参加しないとか、こっちの方が怖い。はいはいはい。だから、例えばね、つい最近ですけど、私ちょっとブログで書いたんですけども、ほら、今大谷選手頑張ってるじゃないですか。うんうん、ね、で、ホームラン打って。ね、で、それに対してね、まあ、ESPN っていう、こう、有名なね、向こうのスポーツ番組の、人がね、あいつ通訳ばっかり使って、ね、インタビューに応じてるのは良くないよと、批判をしたことがあったんです。ところが、それに対してね、アジア系のコミュニティの人たちがわーっと声を上げてね、とんでもないと。そんなのね、外国から来たら当たり前じゃないかと。ね、そういうことを言うこと自体が、その人に対してすごい失礼なことでアジア系の差別につながるんだよということを言って、批判したことがあったら、そのコメントをした人がね、翌日、特別に、見事にお詫びしました。で、彼が言いました。私は黒人ですと。だからね、その批判はすごくわかると。だから私が悪かった。これは間違いなく私のミステイクですと。で、大谷は素晴らしい選手だし、で、私の心の中には、ほんの一部でも差別ということに対しての気持ちはないと。だから私のコメントが間違っていたと。ちゃんと言ったんです。で、素晴らしいですよね、そういうところ。だから、それを聞いて、ぜひ皆さんも考えてほしいのはね、堂々としてほしいんですよ。まずそこからですよね。で、わからないから教えてくれ。で、何て言ったって聞き返す。ね。で、聞き返したら、おお、そうかと。言って、まあ、そのあたりなんですよね。それを繰り返す。これが大事でしょうね。あ、そっか。以前ね、うちで、香川さんのお話、うちのメンバーに対して香川さんのお話を伺う機会があったんですけども、やっぱり英語を喋るっていうのは、その気持ち、そのあたりがすごく大事。文化の違いを知った上で喋るってことが、まあ、もちろん単語も大切、文法も大切かもしれないけど、それ以上にというか、それと同じぐらい、文化を知って、まあ、多様性を認めるとか、その自分のことをちゃんと言うとかっていう姿勢みたいなものがすごく大切っていうふうにおっしゃられた記憶があるんですけども、そこに通ずるものもあるんですよね、きっとね。そうですね。もちろんね、文化って多様で、例えばですね、アメリカ人とじゃあイギリス人が同じ英語喋るからってね、お互いにでもそう心の中では、なんじゃこいつって思ってることはたくさんあるわけですよね。ね。それから、ご存知の通りですが、例えばインド人のところに行くと、インド人の強いアクセントで何言ってるか分かんないとかね。それから、ありますよね。だから、英語だという一律のこうスタンダードでね、すべてのことを判断しないことってすごく大事で、やっぱりその語にいれば語に従えって日本人せっかくいい、そういうね、格言もあるように、アメリカに行くんだったらアメリカの文化に自分を合わせるというね、フレクシビリティ、柔軟性、これすごく大事です。間違いを恐れない。確かに、我々日本にいてね、例えば外国の方が来られて、まあ、片言の日本語で声かけられて、それを我々はどっちかというと聞こうとしようとして、あ、多分こういうこと言おうとしてるのかなって答えるじゃないですか。ああいう逆バージョンなんですよね、きっと。我々が、日本人が外国に行って英語を喋るとなると。
そういう意味では日本人ってすごく優しくて、非常にいい民族ですよね。だから、外国人はお客様だと思うじゃないですか。うん、だから、お客様だと思うからそういう意識が働くわけですが、多様な国、例えばね、今アメリカだけじゃないですよ。イギリスもそうですよ。例えばロンドンだとね、ロンドン生まれじゃない人がもう8割、9割なんですよね。そういう街に行きますと、もうともかくね、誰が外国人かわからないから、誰がお客様かわからないんですよ。そうか、そうか、そうか。そうか。見た目で。そこが分かれば、楽しめるじゃないですか。確かにね。確かにそうだ。あ、今思い出した。自分アメリカ留学して、本当に数ヶ月ぐらいで、現地の、まあ、いわゆるアメリカ人ですよ。なんて言うんだろう、アメリカ人っていうかな。うん、いわゆる白人で、金髪でみたいな方が、私に道を聞いたんですね。こっちからしたら、いや、自分も外国から来てるしと思うんだけど、向こうからすると、いわゆるアジア系アメリカの人と、そこに住んでる人と思われたんですかね。まさにその通りですよ。だってね、さっきの大谷選手のコメントの中で、うん、ESPN のね、ニュースキャスターが全員言ってたのがね、エイジアンアメリカンって言葉ですもんね。つまり、大谷選手だって、もうエイジアンアメリカンなんですよね。つまり、そういう発想って日本の中になかなかないじゃないですか。例えば、日本に来てね、やっぱり、ご存知のとおり、ほら、外国の方で、一番こう嫌う言葉って外人って言葉よく嫌うって言いますよね。います、言いません。うん。つまり、要するに日本の人って、いつまでも外国人と日本人を区別するから、最初の入り口は広いんですよ、お客様って。でも、いつまでもお客様なんですよ。受け入れないんだ。いい加減に受け入れてくれよと。お客様じゃないよ、俺はと。私はと。思っちゃう。そこのところが、逆に言うと、欧米の場合とか、または移民の社会だったら、うん、入り口は狭いんですよ。つまりね、最初、小手味噌にやられちゃうんですよ。わからないから。だけど、受け入れてくれたら広いんですよね、当然。なるほど。はい。だからそこの違いかなと思います。だから安心してね、間違いおかしいです。たった一つね、アメリカで絶対にもう、一発でストライクアウトっていうのはたった一つしかないんですよ。それは、差別。差別用語。はい。よく日本でね、誤解されるようなことを言う方がいるんだけど、日本で、まあ、カジュアルな言葉をもっと使っていいんだよとか。で、それで、こう、悪い言葉とかちょっと覚えたらどんどん使えよなんていう人がいるけれど、気をつけて使わないと、TPO を間違うと、それが差別用語になっちゃいますよね。だから、そこだけは注意。常に、やっぱりこう、ある意味で丁寧な英語を喋りながらでも楽しく、カジュアルに。しかも、ファーストで呼び合っていいから、喋っていくことが大事かなと思いますね。それさえ分かっておけば、いわゆるストライクアウトのもう一球でね、そうならないように、それだけ、その一つだけを覚えておけばいいと思いますね。なるほど。はい。まあ確かにそれ間違ってアウトなったら怖いですね。怖いですよね。怖いです。確かにそうですよね。はい、ありがとうございます。番組もですね、ちょうど中盤あたりに差し掛かってきて、一旦 CM を挟んで、後半はですね、じゃあその上で今、香川さんがやられてる、SVP、ザ・ランゲージ・カンパニー、例えばですね、ITEP ジャパンって一体どういうお仕事をされて、その今後、まあ、グローバルに活躍される方々を応援するのかっていうお話をお聞きしたいと思います。では、一回 CM に入ります。はい、よろしくお願いします。はい。こんな感じで。こんな感じで。ちょっと時間経つの早いなと思ったんですが、喋りすぎてませんかね。いえいえいえ、とんでもないですよ。いや、もっと来てはなるんだけど、結局ほら、まあ、多分後半に帰ってくるのかな。そういった、アメリカでの経験があるので、いろんな講演活動されてるじゃないですか。もちろん言える範囲にですけども、もう様々な講演活動されていて、まあ、民間だとか、まあ、まあ、こうだといろいろあると思うんですけども、まあ、その中で感じられること、まあ、この番組実はその、なんて言うんだろうな、まあ、パイロットになろうっていう番組でもあるんですけども、なんか最近共通してるなと思うのが、すごく皆さんチャレンジ精神が旺盛な方が、はい、そことなんか共通してる部分があるのかなって、私は香川さんとお話最初聞いたときにね、しましたね。あ、そうだよ。私、香川さんとの出会いの話まだ聞いてなかった。CM 上げてから聞きますね。そうですね。皆さん、どこでしょう？あれですよね、東京の丸の内ですかね、最初は。そうですよね。うん。はいはい。そっから始まりましたね。英語の教育というところで。そうそうそう。その話をね、ちょっと
しないと、どこでどうつながったんだ、この2人はって、たぶんつながって。いや、香川さんはパイロットじゃないぞ。玉名の航空業がどうだろうっていう、多分疑問があるので。とは言っても、香川さんは飛行機めちゃめちゃ好きじゃないですか。いや、そこからなんですよ、実は。私の好奇心の塊で。そうなんです、そうなんです。そうですよね。その話も盛り上がりましたもんね。そう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 、そうなんですよ。そうそう、飛行機がね、ものすごく勉強されていて、上空に乗ってでもいろいろ考えてるとかっていうね、そのあたりも盛り上がりましたけど、じゃあ、あと10秒です。はい、はい、CM の間も、引き続きでありましたけども、そうそう、冒頭で本当お話しするつもりだった、香川さん、英語教育のプロ、ジャーナリスト、玉名派とどういう接点があって、多分ね、クエスチョンマークの持っているリスナーが、ちょっと出会いをですね、ちょっとお話ししたいと思いますね。私たちの方から、パイロットを育成したいというときに、皆さんご存知のように、航空っていうのは、共通言語、英語なので、特に我々は外国に行ってパイロットになろうっていうところで、ほとんどの日本人の方々は英語が得意ですっていう人が、なかなかいない。どちらかというと英語は苦手ですっていう方が多いと。でも我々英語教育が専門ではないので、そういった意味では、いろんなところでつながって東京の丸の内。丸の内、そうですね。はい、言いかかったのは。はい、やって、私自身があれですね、実を言うと飛行機オタクのようなもんで、実を言うとこの番組でも下手すると私の方がどんどん玉名さんにインタビューしちゃうんじゃないかってぐらい、ね、このアプローチいいんですかとかね、ご存知のように、あれですもんね、ずっと海外飛んでると、大体こう、それぞれの空港のアプローチの特徴って難なくわかるじゃないですか。例えば JFK だったらどうかとかね、サンフランシスコだったらどうかとか。で、なんか楽しいですね、ああいうのね。だから私、玉名さんとお話しするのが大好きで。でも、普通、お客さんでのってアプローチがどうのことか分からないと思いますけど、そのぐらい乗られてるということと、あとはそれを調べてるんですね、きっと。この前面白いことありましたよ。はい、あるフランス人の友達がパリに帰ったんですよ、はい。で、それを見送ってる人たちがいて、私は見送りができなかったんですけど、ソフトウェア入れてるので、今どこ飛んでるか分かると、カタールエアだったんですけどね。で、それで、ちょうど今、東京湾の上空だよ、手振ってあげなーって、私がちょっとメールしたりして、でそれがなぜ、どうしてそんなこと分かんだって、ソフトウェアあるじゃないですか。で、成田から飛んだって。で、やっぱりそういうの大好きで、はい。はい。だから、えぐい話も聞きますよ。だから、これって危なかったんですかとかね。はい、ですね。で、一度、うちの授業にもね、参加していただいて、英語で授業やってるじゃないですか、その授業参加していただいたときに、やっぱりもう航空用語がね、もう興味津々の目を、もうパチクリしてるわけですよ、加藤さん。あれ、面白かったなっていうようなことですけど。17万マイルぐらい乗ってますから、年間で。そんなに。はい。すごい。なんか感じて。はい。コロナでね、このとこ2年間フラストレーションの塊なんですけど。フラストレーション。はい。乗りたくて乗りたくてしょうがないという、お互いがね、その飛行機という共通項もあれば、もちろん、ね、どうやって英語を勉強してもらったらいいんだろうという相談から始まったんですけども、休憩時間に、休憩時間、CM の時間にお話をした、今のその、ザ・ランゲージ・カンパニーとかですね、ITEP ジャパン。このお仕事についてもお話ししていただけますでしょうか。ぜひぜひありがとうございます。私ともかくまず ITEP ジャパンっていうのはね、もともと ITEP インターナショナルというのがアメリカにありましてね、ITEP というそのいわゆる英語のアセスメントテストなんですよ。これを運営している会社なんです。でね、テストって言うと皆さん引いちゃうかもしれないけど、実はですね、これすごく大事なことなんですが、今日本でこう例えばですよ、就職しましたと。でね、普通、我々が考えたら、新卒って言葉があるじゃないですか。うん。現役って言葉があるでしょ。まずね、高校3年生で現役で、ともかくその、大学に入って、そして新卒で出て就職。で、これって日本だけの常識、世界の非常識ですよね。つまり、どういうことかって人生って様々だから、やり直しも聞けば、例えば、パイロットになったか、なろうとして、向こうの方でね、じゃあもともとお医者さんだったけどパイロットになったとかね、
いろいろあると思うんですよ、うん。で、日本では考えられないようなことがたくさんあると。で、人生で迷ったら、海外の留学を考えてみるってすごくいいことだなと思うんですよ。それは高校生だっていいし、大学生だっていいし。で、その時に先ほどのテストって何かと言ったら、まあちょっと英語を勉強していただいて、そして、このテストでね、まあ、あるところの点数、それほど難しくないです。あるところの点数を言ったら、アメリカの、いわゆるコミュニティカレッジと言ってね、まあ、2年生の大学ですよね。短大と思うとちょっと悪いんですけど、ちょっとこう、プロになるためのいろんな技術を教えてくれる大学があるんですよね。でここに、まあ、入学できる。そして入学するとね、ちょっと頑張れば、そこからね、4年生の大学に単位がトランスファーできる。ね。そうすると、向こうでちゃんと大学を出た段階で、人生のキャリアのこういろんなチョイスがうわーっと広がるんですよ。で、最初は英語ができないけどなと思ってたけど、私もそうでした。さっきお話したように。で、玉田さんがインタビューされた方も多かったと思うんですね。そういう方々が。だから、例えばね、そこで出てくるんですけど、最初にテストを受けました。テストはまあ、ある程度の点数取れた。でも英語はね、と思った時に、1年間から2年間ね、入学の猶予があるんですよ。その間にどうやって英語を勉強したらいいかなって時に、このラングエージカンパニーっていうのは私、ボードメンバーで入ったんですけども、まあ、オクラホマにある、まあ、語学学校なんですけどね、いわゆる I ビザ、いわゆる F1 ビザといって、まあ、いわゆる留学生ビザを取って入学できる学校なのね。で、そこで、だから、まあ、ズームでもいいし、または向こうに行ってもいいですから、うん。を少し勉強して、それから大学に行って少しずつこう慣れていけば、2年間で、まあ、単位取って、ね、次の、もしキャリアアップしたければ、4年生の大学に入っていけばね、大きく変わるだろうということで、この2つを組み合わせて、ちゃんとね、事業としてもやりながらも、事業としてやりながらも、そういう皆さんのこうキャリアアップの次のね、人生を目指すこうお手伝いができればなと思ったんですね。あ、なるほど、なるほど。だから、みんなね、がっかりしちゃって、もう俺、もうダメなんだと思わずね。はい、あ、そういう意味では、さっき新卒とか、いうお話があったんですけども、今考えてみると、日本の大学は、もう目的が明確に、まあ、専攻が決まってて、そこに入学をして、4年間、もしくは2年間、4年間っていうのを勉強するというのが、まあ、日本の考え。で、しかも年間で言うと、4月しかチャンスがないというところ。でも一方、まあ、香川さんがアメリカっていうのは、まあ、年齢関係なく、どのタイミングでも入れて、その2年間で、いろんな技術もまあ学ぶけども、そこからトランスファーっていう話がありましたけど、トランスファーする率っていうんですかね。はい、2年で終わる人が多いのか、それとも2年を経て、4年生にトランスファーをしてっていう率が多いのか、どんな感じですか？アメリカ人一般で言いますと、2つ以上の学校に行ってる方すごく多いです。キャリアをちゃんと作った人ではね。それから多い人だと3つぐらい行ってます。例えばね、最初小さなまあカレッジに行って、その後で、4年生の大学でもう一回、こう、マスターディグリーとかを取ったりして、そしてその後ね、例えば MBA を取るとか、まあ、自分の目的に合わせて、いろいろとこうやっていく。いろいろとあるんですよ。だからね、キャリアが一つじゃない。つまり、例えばですね、日本ではね、定年退職なんて言葉もあるでしょ。なんで定年なんですかと、我々の年齢だと思いますよね。ね、で、いや、老害がって言ったら、老害なんて差別用語じゃないですか。ね、はい、そうですね。もちろんそれは意識の持ち方なんですよね。要するに単に年齢によって威張り散らして部下に対してハラスメントをしたりする、これ老害と言いますね、確かにね。でもそれはハラスメントでしょ。だけど、要するに逆もしんなりで、若い子と言って昇進できないかってできますよね。能力次第でしょ。だから常に心の持ち方、気の持ち方でキャリアっていつでも開けられるんだよということ。これがもうここのいいとこかなと思うので、そういう道を我々がね、こう、紹介してみたいなと思ってるんです。なるほど、なるほど。はい。なるほど。まあ実際その香川さんが、その日米の文化の違いっていうのを感じられて、まあ特に日本の今の若い子たち、高校生、大学生含めてそうですけども、まあもしかしたら大学生入るまでかな、この TLC っていうのは、まずはアメリカに行って、まあ、英語ができるできないは、そのプレイスメントでね、その IT フォーで、測って。で、もしかしたらそこですぐ入れる英語力あるかもしれない。でも、なかったとしても、そこはそこで、ある程度の期間を勉強するっていうのが、ちゃんとプログラムはできてるってことなんですよね。おっしゃる通りですね。だから、まず最初にね、私も本当に言いたいことは、
まあ、これ残念なことなんだけど、やっぱりこう受験英語っていうのが日本にあるじゃないですか、うん、でこれで結構無駄をしてるんですよね、多くの人がね。でやっぱりこうそのもちろん単語力がつくとか文法力がつくっていいことですよ、悪いことじゃない、うんうん、だけどそれだけにこだわりすぎてるってことが問題なんですよね。で今度はね、じゃあ発話の練習しないとダメだと、スピーキングの練習しないと悪いってなるとね、やたら発音にこだわるでしょ、うん、例えば下の位置だとかね、でとかねこういうのね、あるじゃないですか、うんうん、こればっかりやっててもダメなんですよ。だから要するにキャリアをっていうことは何をしたいかが大事だから、うん、英語のツールに過ぎないので、安心してそのツールを勉強しながらキャリアアップしていただきたい、うん、まあ、そういう意味ではランゲージカンパニーというのはね、そのコミュニケーションの仕方、うん、授業への参加の仕方、そっちも向いてますよね。でどうしてもね、ついていけない人のために基本的な文系だとか、それをもちろん教える、うん、それはまあノウハウとして必要ですから。だけど一番大事なのは、このランゲージカンパニーの中で大事なことは、どうやって大学の授業に入れるか、コミュニケーションできるか、参加できるか、うんうん、でね、参加って大事です。冷たいですよね、参加してないと思ったら無視されちゃいますからね。ああ、はいはいはいですよね。だから、うん、何でもいいから質問するというような、そういう質問の仕方とかね、そっちの方が英語そのものよりはるかに大事なんですね。でもそれってそもそもなかなか日本語でもできてない人たちが多いじゃないですか、はい、それってどうしましょうか。ね、これね、まず最初、役者になるつもり、スタイルスイッチっていうんですね。なるほど。はい、もうね、そうしないと無理です。そのスタイルスイッチというのは、悪いけど受験英語を忘れてください。そしてもう一つは、日本人であることも忘れてください。日本人の価値をね、捨てろって意味じゃないですよ。日本人は道徳率とかいろいろ持ってるし、素敵な文化持ってると、はいはいはい。伝えるにしても伝え方をちゃんとしないと伝わらないわけですよね。だから、それを一回忘れてスタイルスイッチをしちゃう。で、これをね、慣らしていくことです。今ちょっと喋ってたら、ついついこうやってこう、ジェスチャーが出てきますけど、こういうふうにして、こう、変えていくこと。で、そのことによって、だんだんと体ごと覚えていくようにする。これが大事ですね、はい。それはその TLC に入って現地で、はい、まあ変なし揉まれるわけですか。もうそういう環境に叩き込まれて、複数な人とディベートをやったりね。苦手ですよね、日本人はね、最初はね。でもそれって香川さんが私が冒頭ご紹介したようにね、海外駐在というふうに海外行くんだけども、はい、実は英語できなかったっていうスタート地点があったときに、まあ、そこでもうめちゃめちゃ揉まれたっていう経験があるじゃないですか。はい、まあ、私自身も、まあ、おそらく海外に行かれた日本人ってそうだと思うんですけども、はい、ありますね、最初めちゃめちゃもう、はい、もう大変な思いをしたからこそ、そのバリアをクリアするっていうのがあるので、そういう意味では、その、環境において、そういう体験をする、経験をする。うん、だからミステイクはいいことですよ。あ、どんどんミステイクする。それからね、好奇心ね。この我々ほら、ついついほら、アメリカ人なんて言葉つけど、最初からほら、多様性って話したじゃないですか。はいはいはい。でね、ランゲージカンパニーに来てる人たちって、世界中から来てますから、うん、みんな片言なんですよ、だから。なるほど。うん、そこでまずね、安心してほしいんです。うん、別に、なんていうんですか、アメリカのプロフェッサーとね、ハーバードの白熱授業に参加しろって言ってるわけじゃないわけですよ。ね。最初は、この人イスラエルから来た人とかね。この人、うん、例えばじゃあ、そうだな、韓国から来た人とかね。あとは南米から来た人って、そういう人たちが集まってるわけで。で、みんな片言だけど、必死で英語を引っ張り出して喋ってる。で、その中に加わっちゃえばいいわけですから。なるほど。はい。で、それでだんだん慣れていく上で、慣れていく中でだんだんとこう、バージョンアップしていくっていう。そういうことですよね。その方も、海外からその TLC に集まって、はいはい、で、皆さんそれぞれの目標に向かって、その短大、まあ、2年生の大学、4年生の大学、いろんなところにこの進んでいくんですか？はい。そうですね。例えばね、あとはね、短期的に来る人もいるんですよ。例えば、サウジアラビアのエアフォースね、パイロットになる人ね、はい、そういう軍人さんなんかが来て、ちょっと勉強していくなんてこともありますしね。へぇー。その時にね、率直に、うん、お互いに友達になっていくとね、これってすごいことなんですよ。例えばね、あるエピソードなんですけど、うん、アフリカのセネガルから来た、学生がいたと。でね、このセネガルから来た学生さんって、
時が時なら将来総理大臣になるかもしれないという、まあそういう血筋の方だったらしいですね。おーおーおお。だからお友達になったこといいじゃないですか。ねえ。というふうに、来る人たちが、いろんな人たちが来るから、若い人たち多いんですよね。だからこうカジュアルに話をして。でね、もっと言ったらね、質問力。これを養ってほしいんですよ。最初、日本のことについて喋ってって言われてもなかなか難しいけどね、相手のことを聞くことは大事じゃないですか。セネガルってどこにあるのとかね。これアフリカの西海岸がありますけどね。まあ、どんな国とかね。そんなことをこう聞いてみて。で、それから例えばだんだんとこう文化の違いが分かってくる。で、同時にね、少しずつでいいですからアメリカのニュースを聞く。そうするとアメリカの社会問題が分かる。ね、さっきのストライクアウトにならないために、差別ってことがどういうことかってことをこう理解するようにする。そうすると気をつけないと悪い言葉が出てくる。ね、で、例えばね、いろんな人がいますよね。ヨーロッパの国だって多様だから、例えばイタリアの人がいる。スウェーデンの人がいる。それぞれ母国語は違うけども、英語で喋らないといけない。でも、イタリアの人とスウェーデンの人がお互いにステレオタイプで思っているようなことを楽しく話し合う。ね、そうすると、あ、なんと、意外とこの人たち宗教的な背景も違うのかなとかね。いろんなことが分かってくる。で、日本ではできない体験ですよね。なるほど、なるほど。そうすると今度は自分のことを喋れるようになる。で、これがね、ネットワークの最初なんですよ。で、このネットワークが広がると、10年後、20年後にすごく役に立つんですね。はい、これは何も、この番組のタイトルであるパイロットになろうっていう、いわゆる航空業界だけじゃなくて、もう、あらゆるジャンルの人材に役に立つことなんですよね。そうなんです。だから、日本の企業の一番ちょっと弱いところを私見てるとね、そういうね、カジュアルなネットワークを持てる人が少なすぎるんですよね。リソースがね。だから、例えば、パイロットでもそうだと思うんですけれど、例えばね、日本の、例えば学校を出て、日本でパイロットになった方でも、もしかして、例えば、じゃあ JFK に飛んで行って、ちょっとこう、ラウンジで話をするときに、向こうのパイロットとこう話でもしてね。で、それで、仲良くなって、また、今度、じゃあ、お互い向こうで会えるな、なんて言って、どっかの空港で会ったりする、だんだん仲良くなったりするじゃないですか。ただ、交通な言葉が生まれるけれど、もっと大事なことはね、例えば、俺、今、ちょっと、この会社、やばくてさ、なんて話が出てきたときに、俺、いいエージェント紹介してやると。ここに行ってごらんと。言って、そしたら、トルコのこの航空会社が今、人募集してるからね、なんて、あるじゃないですか。で、これがすごく大事なんです、世界ではね。ということは、世界中で、ジョブオファーのチャンスがこう広がるわけですよね。ホテル業だろうが、パイロットだろうが、銀行員だろうが、なんだろうね。だから、そこの広さを楽しんでもらいたいですよね。ネットワークはやっぱり共通で、実際このね、この番組に出ていた方々、過去の方々、ゲストの方々も、から感じるのは、やっぱり現地でのネットワークを広げていって、その方々に救われましたっていう例が実は多くて。そうなんですよね。決してその人たちの力だけではないっても皆さん断言してるんですよ。その人に拾ってもらえたから今の自分があるんだっていうネットワークも。おっしゃる通り。そうですね。私もそうだけど、つくづく思うのが、真正面からチャンスって来ないですね。斜め後ろとか斜め前から来ますよね。確かに。知ってる人がどっかにいた、この人から声がかかる。うん。予測もしてなかったってありますよね。ありがたいこと。グローバルで広がる可能性があるってことなんですね。一歩外に出ると。まさにそうなんです。だから TLC のような学校でも単なる学校だと思わずに、そこで培った人と人との関係がある時思わぬところで生きてくることがある。ということですよね。確かにそうですね。いろんなジャンル、いろんな業界。そうなんです。そうなんです。いや、変な話ですよ、加川さん。パイロットって健康を害してしまったら、パイロットの職を辞めなくちゃいけない時ももちろんあるわけですよ。おー、はいはいはい。まあそんな時にですね、例えばいろんなジャンルの方々とお付き合いがあって、で、パイロットの方でも別のキャリアを持ってる、別の学位を持ってる方がいるので、そういう意味ではもうネットワークを広げて第二の人生みたいな、確かね、去年 の、まあ、ゲストの方もおっしゃってましたけど、本当にコロナのど真ん中に出ていただいたんですけども、今後、目指す方にアドバイスありますかって言ったときに、パイロット以外の学位を取れっていう、すごくぶっ飛んだアドバイスをしたんですね。
面白いですね。面白いのは、例えば香川さんはもちろん飛行機が好き、航空が好きではあるんですけど、お仕事としてはその英語教育、はい、そのジャーナリストとしての経験で、アメリカのもういろんな出来事を見ている、日本の文化の違いも分かるという意味では、なんて言うんだろう、ちょっと2つの視点、例えばパイロットになりたいと、この番組のね、リスナーの方々もそうです。または、いやいや、パイロットにはなりたいと思ってないんだけども、そのグローバルにちょっと活躍してみたいみたいな人たちに対してアドバイスみたいなのがあれば、お聞きしてよろしいでしょうか。まずね、自分の視点をしっかり持つことってすごく大事だと思うんですよ。ただね、視点って世界中の人が持ってるじゃないですか。だから、相手もね、相手の視点があるわけですよ。でね、これに対してね、好奇心持ってほしいんです。だから、すぐにジャッジメンタルにならないこと。節操がないぐらい相手に好奇心持ってほしいんです。で、私、ジャーナリストだってお話しましたけども、今やってるのは英語の教育、コミュニケーションの、で、まあ、二つのハットだ、三つのハットだって被ってるわけですけど、私の中ではそれが一つなのですね。それは何かってコアなところを常に持っとけば、そこから、例えばパイロットになって、パイロットで、例えばお怪我をなさって、航空業界ちょっと難しいと思ってもね、もしかしたら整備士の訓練できるかもしれないとかね、または、または更新の指導を与えられるかもしれないし、いろんなことがあるかもしれないじゃないですか。で、そこから今度は逆に、もしかしたら、気象学とかね、なんかそういうつながりが出てくるかもしれないとか、またオタクの話ですけどね、こう例えばダウンバーストとかね、こういう話になって、じゃあそれをどう返すかって、それは当然気象学と話がありますよね。はいはい、やっぱそういうところにね、好奇心って広がっていくと、そこから次のことが必ず仕事してあるんです。仕事って自分自身なんですよ。これが私がもうともかく言いたいこと、自分自身、つまりね、よくね、まあ古い言い方で、人は仕事に対してはもう一つのことをちゃんとやらないと、成し遂げろと、日本の言葉があるじゃないですか。でも、よく考えると、成し遂げるって何かって言ったら、自分自身を成し遂げればいいから、いろんな仕事があってんですよ、結果としてね。だから、決して肩張らずに、自分の好きなことからどんどん好奇心持って、いろんな仕事に挑戦できる、一つのことができれば、必ずそこからつながります。ね、例えば銀行員だったら次に、株の証券できるかもしれないし、証券ができたら今度はね、世界中の起業することについて渡り歩くこともできるかもしれない。ホテルマンと同じですよね。ホテルができればツアーコンダクターもできるかもしれない。そしたら今度はそこからいろんなことまた広がりがあるかもしれない。ね、だからやっぱりこう、そこの広がりに対して柔軟であることはすごく大事かなと思います。柔軟性、確かに大切ですね。あと好奇心って確かに、好奇心ないと、ちょっときついです ね, でね確かに。これをね、日本人がネガティブに言うと、節操がないと言うんですね。でも、節操ないと言うんですよ。でも、そこは本当に果敢にチャレンジしてほしいところでありますよね。と思います。特にこれからの時代、なおさらですよね。どうなるか分からない、今回、コロナになって、本当にいろんなことの常識が覆されてきたので、その中でも、ね、本当に果敢にチャレンジするというか、興味を持って、好奇心を持っていろんなところをやるっていうのは、やっぱり大事なことなんでしょうね。そうね。だからもう一つはね、年齢とかそんなに気にしないことですね。はい、スティーブ・ジョブズが55歳で死んじゃった。で、じゃあ55歳からスティーブ・ジョブズが活躍した20年間を考えたら75歳じゃないですか。ね。たら75歳の自分を想像して55歳から起業したっていいわけですよね。つまりそういうふうに、人生のね、こうそういうことの考え方をこう一つの型にはめずに考えてみると、いろいろ広がりがありますから。なるほど。だから TLC に出すのが70歳だって構わないです。いやもうそれこそ TLC にはいろんな国からいろんな年齢の方が集まってるんですよね。はい。はい。それはあれですか、おそらく放送のリンクでお伝えすると思うんですけども、ホームページに行けば、そういった情報を見れて、さまざまな、おそらく学部にも行けたりだとか、ありますね。行けると思いますね。はい、そういう意味で本当、そうですね、海外に行って、そういう、短い期間でもいいですから、そういったところで見てほしいっていうのは、お互いのね、共通認識であると思います。はい。ありがとうございます。で、はい、ITEP っていうのもやっぱりですよね、いわゆる日本の、なんていうかな、英語の検定テストっていうところでは、日本のいわゆる英検とか、TOEIC とかとまた違った、スケールで見れるっていう意味では、すごく勉強になりますよね。
即座にアメリカの、ね、700区の大学への入学の許可取れますからね、あるところまで行きますからね。で、時間でできて、カジュアルにどこででもできる、自宅で受験もできるし、だからすごく非常にそういう意味じゃ便利なテストですから。ぜひチャレンジしてみてほしいです。ありがとうございます。はい。番組ももう少しとなりました。ありがとうございます。本当にね、この英語の、まあ、プレイスメントテスト、おっしゃったように、大学にもいろんなところで認められるというところではチャンスも広がると思います。何も、TOEFL、TOEIC、英検だけではないというところでチャレンジしてみたいなと思います。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。たくさんの方々に、チャレンジしていただきたいなと思います。時間ももうすぐです。はい、ありがとうございました。今日のゲストは、グローバルで活躍する方々を応援する、ザ・ランゲージカンパニー、シニアバイスプレジデント、そして株式会社、ハイテップジャパン、代表取締役の香川博さんでした。貴重なお時間とお話、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。さよなら。どうも。